はい、行きます。はい。なみなみ、今日さ、ママの姿見えないんだけど、どうしたんだろう。なんかね、奥の方で着替えをしてるみたいですよ。着替え？うん。じゃーん、どう二人さ、このドレス素敵でしょ。おめかししちゃった。このカラス何？何？え？すっごいけめかましいんですけども。本当。うん。どうしちゃったの、ママ。おめかしって言ってるけど、全然おめかしじゃないような感じするよ。これから写真撮んのよ。え？写真？お店の広告ポスター撮んの、写真撮んの。お客さんもいた方がいいからさ、あんたたちも一緒にどう、うん、いや、そりゃいいけど、カメラマンはどうすんの。大丈夫。え、もう超一流のカメラマン頼んだから。超一流のカメラマン撮ってもらえるんですか。すごい。ひょっとしてさ、篠山紀信先生、はいはい、野村誠一先生もいいですよ、ね、あ、いいなぁ、どっちかし、うん、ほら、いらしたわよ。あ、こんにちは、どうも、着いた。よろしくどうぞ、ハイシャペンという赤森の有名人ですけども。こんにちは、嬉しいですね。よろしくお願いいたします。本当に、はい、よろしくどうぞ。ハイシャペンさんとパーコさんじゃありませんか、はい、ありがとうございます。はい、ママ、ちょっと、超一流のカメラマンって一体どこに頼んだの。いや、赤羽商店街の写真屋さんに頼むけど。あー、そしたらこうなっちゃったわけですね。あー、なるほどね、カメラ持ってるもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。若くて綺麗でね、いや、どうも、オリブロスカウトキャラバン第1号でね、僕は中学時代でしたよ。待って。今ね、池江さんだから。まあ、そういうことだ。やだ、本当にありがとうございます。麻酔銃持ちてきて。今回ね、ハイシャペンさん、パーコさん、2回目になりますけど、ね。